で、その後が、これは結局、阪神・淡路大震災の後なんですかね。結局、前の表は、日付自体は平成13年、同じく、8月29日で先ほどの表は出来上がってたんですが、こちらが正式な、建物の解体等が決まった状態ですかね。ちょっと画面がぼやけておかしいんですけども、固定資産税の評価証明書、48円、こういうふうなことになってますね。で、結局、建物全壊になってますから、そんなところの土地のところに価値はないと、そういうことになってるんじゃないですかね。14階建て、多分下のところなんか先ほど見たところ、土地の価格だと思うんですよ。で、なぜ12階建てが14階建てになってるかっていうと、基礎工事として、そこの方を、ある程度掘っていたと。で、地下1階のところが集会所があったんですね。その場所が1階と、もしかしたら似ているのかもしれないです。で、まだその底に、もう一つワンフロアがあるというような形の評価なのか、ちょっともうここまで来ると、その当時の人たちに聞いてみないとわかんないです、はっきり言って。もともとエレベーターの乗るところからのその集会場までの高さが2階建て分ぐらいの高さだから14階にしたのか、基本的にマンションとかは今はある程度そこを掘っておかなきゃなりません。そうじゃなかったら大きな地震が来たら、集合住宅倒れます、ボテンと。新潟の地震で、今から60年ぐらい前の地震では集合住宅、地面の底を掘ってなかったものですから、その上に、地面の上にそのまま建てたものですから、公営住宅5階建てぐらいの建物なんですが、大きな地震でそのままボテンと倒れてます。